こんにちは、セラです。ふぐみです。ココです。今日はドンキでお買い物ぴたり1万円を狙え、イエーイ。ということでドンキに買い物に行ってきました。はい、3人で1万円ぴたり賞を狙え企画です。イエーイ。はい、1人3300円ぐらいの目安かな。頑張って買い物してください。それではゴー。リコちゃん欲しいの決まってるの？わかんない。一人3300円ぐらい買えるの？あ、メイクコーナー見ております。リコちゃんはいいなった？わかんない。お、なになに？いや、いいと思ったんだけど、うん、3200。あ、もうそれ1個でおしまいやん。そう、はい、選びましたか？まだこんだけしか入ってないの。いいよ、もう2つ。ココミちゃん選びそうですか？ココミちゃんが選ばんなら私がその分選んでいいってことだよね。そうそう、1万円だから、だからよし、うん、そう、いい。じゃあ、あのカバン買える？ナイキの、アディダスの。やったね、やったね。文房具行こう。あ、文房具ね。文房具で済ませるってことは、もう1000円程度ってことで、私がその分おいただきます。うん、3人で相談してね。3人で9500円から1万円以内に収めれば OK です。買った商品全部もらいます。万が一1万円超えた場合はまず差額をね払ってもらいましょう。もし足りなかった場合1つずつしかもらえません。はあ、はあ、大丈夫ですってことです。やだ、いいの？まあ組はちょっとしかない。はい、今回ねちゃんと3人で相談して買ってるから。うん、そうだね。3人で相談して買った商品がこちらです。少ないね。なにこれ、少ないよ。あれ、ガル1万円買ったの？心配。1つ目の商品、にここちゃん、じゃじゃん、ね、ナイキですね。850円ぐらいしたっけ。なんかテニスとかするんですか？あー、違うけど、違うんだ。違うけど欲しかった。欲しかった。サイズ合う？はめてみていいよ。はめてみちゃダメよ。あー、ピタリ賞だったらもらえるからね。2つ目の商品、せーの、じゃーん。それは何？甘皮をすっきり除去。爪の皮をすっきり。そうの？今爪の皮に悩まされてた。爪を気にするようになったんで、私も買ってきました。530円くらいでした。3つ目、はい、せーの、じゃん。じゃん。お、せーちゃん、何それ？ D アップ。何？もう一回言ってみて。 D アップ、 D アップの、うん、マスカラです。お、マスカラですか。マスカラ今まで100均のを使ってたんだよね。うん、だけどそろそろもう大人のを使いたいなと思って、ちょっと大人の仲間入りしてみたいなと思って。ほう。でもマスカラって使ったことないから、うん、まともに、うん、何を選べばいいのか分かんなくて、うん、1位のやつ選んでみました。ほうほうほう。まあ、1位は間違いないと思って。でも一番売れてたのは3位でした。そうなんだね。はい、以上です。あ、違う。はい、私が選んだのはまず1つ目こちらでした。はい、じゃあ次、せーの、じゃーん。何それ？何これ？ハニーゴールド。何それ？あ、塗るマスク。あ、塗るマスク、すごいね。はい、せーの、せーの、じゃーん。なんだこれは。鉛筆2本。それ1本10円で売ってた。20円。安い。黒でいいの？ココミちゃん白系統じゃなかったの？あ、そうじゃん。最近なんかほとんど黒になりました。なんで？そうなの？定規黒だし、うん、あ、定規は黒だ。ネームペンとかいっぱい黒だから、うん、黒にしようかなと。そうなの。続いての商品、せーの、じゃーん。お、これは
まつげくるんです。誕生日にこれ欲しかったんだけど、あ、それ欲しかったの？言われてない、言われてない。いや、調べたの。とりあえず、ね、これが欲しかったんだけど、まさか売ってると思わなくて興奮して手に取っちゃいました。よかったですね。よかった。今んとこまつげ、まつげ、ほんとだね。はい、せーの、じゃーん。お、なにそれ？これを塗るやつ。あ、はっけー。あ、塗っつけて。あー、へえ、やってみたいね、リココちゃん。はい、いいじゃないですか。じゃあ次、せーの、じゃん。じゃーん。お、アディダスですね。はい、こんな感じのショルダーバッグ、ここと、うん、ここに入ります。あ、いいじゃないですか。はい、ちなみにお値段がですね、3,280円。結構いったね。じゃあ次。はい、次、せーの、じゃん。お、じゃん、イヤリングです。お、かわいい。かわいい。それは誰？リココちゃん。はい、おしゃれですね。商品こちらです。じゃじゃん、こちらです。これは3人用だね。明日使います。やだ、じゃじゃん、やだ、じゃじゃん、じゃじゃん。意外と少ない。めっちゃ少ないけど大丈夫そう？は言ってると思います。言ってんだ。あ、言ってだって。だいたい1個1000円とかすることない。結果発表します。はい、じゃじゃん、6円。はい、9,996円。じゃじゃん、9,976円。いや、1万76円。いきます。はい、ゼロくるかも。ゼロだ。え、じゃじゃん、1万276円。正解はじゃじゃん、9,276円でした。え、じゃあドンペンちゃんのバスボール変えた。変えたね。残念。1個ずつ商品を選んでくださいませ。はい、これ、これいただきますね。これをあげます。はい、リココちゃん4つもあるけど、どれでいい？はい、じゃあマスカラ。あれ、あれやってさ、これね、はい、これじゃあマスク入れます。はい、これ見よ、これもじゃあママもらいますね。はい、はい、ありがとうございます。皆さん決まりました。こちらにしました。はい、開けて、いい、開けてみて。まつげなくなっちゃった。どうぞ。違う、はめてみます。財布、これ意外と入り口狭いから、うん、まあ、フィットはしそうです。かっこいい。私のカバンもかっこいい。うん、開けました。はい、やってみたら。グッ、あるある、ここある。あ、これ、うん、え、すごい取れた気がする。え、なんだ、なんか爪やすり感覚。あ、そういうこと。やばい、白い部分なくなる。今日のところはこの辺で。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。 Twitter、インスタ、TikTok のフォローと LINE の追加もよろしくね。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。こちらの動画も